皆さんこんにちは、週末菜園田中です。今日は空中栽培についてやっていこうと思います。冬に空中栽培の設備を作っておいたので、今日はそこにウリ科の野菜を植えていこうと思います。ウリ科の野菜は3月ぐらいに種をまいて育ててきたんですけど、途中から全体的に色が薄くなってしまっていて、ちょっと不安だったんですけど、気温が上がってきたら、少しずつ色が緑色に戻ってきて、ちょっと安心しました。早巻きしすぎて寒さで生理障害が出ていたのかもしれないですね。で、来年からはウリ科の野菜は少しだけ遅めに巻こうかなって思います。で、ウリ科の野菜を自培で育てるとつるが伸びてしまって、広いスペースが必要になるんですけど、上に浮かせることで縦のスペースが活用できるので効率よく畑を使うことができるようになります。なのでウリ科の野菜は全部空中栽培で育てようと思います。で、育てる野菜は、これ植えてるのはキュウリなんですけど、その他にも、メロンとカボチャと、あと、白ウリですね。これらの野菜は全部自家採集した野菜なんですけど、スイカだけは自家採集が失敗してしまったので、ちゃんとした苗を巻き直して、苗を作り直しました。一応この空中栽培設備の反対側は時間差で残りの半分のウリ科の野菜を植え付ける予定です。で、こっち側はお試しというか、早めにもしかしたら霜の被害に遭うかもしれないので、半分だけこっち側に早めに植えています。で、残りの半分はもう霜の被害とかなさそうかなって時に植えようと思っています。あと忘れていたんですけど、ズッキーニはつる科ではないので、空中栽培はしないんですけど、今年は上に伸ばして空中栽培みたいな感じでズッキーニを育ててみようかと思います。で、他にも、ウリ科の砂袋栽培や、夕張キングメロンの種を取って育ててみたりとか、いろいろな栽培方法を試していますので、気になった方はチャンネル登録をして、ぜひ続きを見てみてください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。